はい、ということで皆さんこんにちは、浅岡修です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、こちら外からのスタートになっておりますけれども、何やら倉庫らしいところの目の前に私いますけれども、今日はですね、恵比寿松さんとのねコラボ企画で来たお店なんですけれどもですね、こちらスリーピースさんというですね、古着屋さんのですね倉庫に、お邪魔しております。でこれ土日はね一般開放してるんですけど、今日は平日ということで特別にですね、中の方、撮影させていただこうかなということで、何やらねちょっとゲームシャツ、スポーツ系のシャツだったりだとか、前回割とシャツとかねメインで見てましたけど、 T とかも結構すごいいろいろ入ってるらしいので、今日はですね思う存分こちらの倉庫でリグっていきたいなというふうに思いますので、早速潜入していきたいと思います。さあということでやってまいりました、スリーピースさんの倉庫でございますけれども、相変わらずやばいフォルムしてますよね、本当に。はい、こちらは前回のね ABC マートコラボでも立たせてもらった古着マウンテンがありますけれども、こちらもねもちろん登ることができますし、登ってリグできて、ここは全部300円均一でございますので、まあ、土日開放してますので、ぜひ来たい方来てみてください。さあ早速ですね、ちょっと前回と違うのはですね、こちらなんかねアクセサリー類とかね、こっちはキーホルダーでしょこれで、この裏見るとですね、なんとお菓子がね今回ラインナップされてて、こんなのあったっけって感じなんですけれども、ちょっとフロントから変わってまして、でねフロントにはもう僕が大好きなこのベストね、めっちゃあるんですよ。このセブンナップとか良くない？ポケット数もいろいろあって、でこれでですよ、値段がおったまげなんですけど880円だからね。あ、基本的に一鍵5000円以上っていう縛りはもちろんあるんですけれども、5000円だとしたらもうこれ5枚以上買えちゃうぜって感じのですね、本当にお安いのがまた魅力の一つなんですけど、スリーピースさんね結構ねこういう業務系の面白いベストとかもね、これフロントめっちゃありますね、これすごっ。あ、これはもうあれですね、お仕事用の蛍光黄色なベストだとか、まあ、あとはねこのオレンジとかね、ここら辺ワーカーハートとかでも置いてあるようなですねカラーリングでございますけれども、こういうのは面白いですね。全部880円だし、まあ、今の季節ねもう最近僕ベストマンとかしてますけど、わこれいいじゃん、ペプシなのにカラーリングがちょっとこうカーキっぽいっていう、ね、え、これめっちゃ良くない？これ着てみようかな。さあということで着てみましたけど、良くない？この胸のペプシもめっちゃ綺麗だし、いいじゃん。うわ、早速いいの見つけた。サイズ感もバッチリっすね。めっちゃいい。ベストやばいんだけど。いやちょっとベスト大好きマンとしてはやばいね、これ。パッと見でね、色とかが分かりやすいから、自分が好きな色で、あとはグラフィック次第って感じっすよね。へー、おもろ。ちょっと面白いメーカー系のベストないかな。ペプシ最高だったからな。うわぁ、すごい。ホンダのベストだ。工場の人とかが着てるやつなのかな。へえ、なんかグレー系のベストとかあったら欲しいけどな。うわ、これもいい状態もね。ああ、ちょっとこう汚れてる。ジェネラルコントラクター。綺麗なグレーのベスト。これ550円ですか？これ、セキュリティ、3S セキュリティって書いてある。これ絶対日本でしょ、これ。すごいね、やっぱ警備系だからポケット充実。なんかグレー系で面白いないかな。トリンプモーターサイクル、まあ、このセブンアップはいいけどね、とりあえずこのペプシのベストは買いだな。ちょっとね今回新意地でゲームシャツ入ってるらしいんで、ちょっとゲームシャツ見に行きますか。さあこちらがですねゲームシャツゾーンとなってますけど、ここすごいわ。前回こんなゲームシャツなかったんですけど、すごいっすよ。もうほんとスポーツね問わず NFL、MLB、NBA、さらには日本のね、見て、ソフトバンクホークスとか、あとはね、なんだろうね、この名声って書いてあるんだけど、多分ね、大学とか高校野球のユニフォームじゃないかな。こういうちょっとね、ローカルなゲームシャツもいっぱいあるんですよね。すごいよ、これ。ディグり始めたら、マジで切りないわ。すごいな。あっちの多分、現地のローカルスポーツクラブとか、そういうのもあるんでしょうね。あ、ホッケーとかもあるね。あ、楽天出てきちゃったよ。マジェスティックなんだ、しかも。楽天イーグルスとは書いてないからね、これ。楽天のユニフォームなんだろうな。
おお、これもソフトバンクホークス。腕にコカ・コーラのパッチが入ってますね。おお、ジャイアンツもあるじゃないですか、この青のね。アンダーアーマーですね。東京書いてありますけど、結構日本のチームもあるんですね。やっぱり個人としてはヤンキースとかを探しちゃいますけどね。さあ、そしてやべえの見つけたわ、これラッセルボディのヤンキース。ちょっとだけね、ここら辺に汚れがちらほらあるんですけど、これ見て、袖にラッセルタグ12って書いてありますね。セバン、これめっちゃいいじゃん。サイズも L だし、これラッセルタグついてるの超珍しいよ、これ。いいじゃん、やば、これテンション上がるな。そしてこちらはマジェスティックのヤンキースも見つけた。こっちの方がちょっと結構汚れすごいっすね、はい。で、裾にはメジャーリーグのロゴと、後ろロドリゲス、ロドリゲス背番号ですよ、これすごいね。これ結構お宝ザクザクだわ。つかヤンキースは見つけやすいね。ストライプ探していけばいいんだ。あ、これもヤンキース、ほら、これもマジェスティックだね。あ、ジーター、こちらは2番、ジーター背番号。ちょっと汚れがありますけど、すごいじゃん。ここがすごいヤンキースピックゾーンになっちゃってる、これ。いや、いいね、やっぱ狙いを定めてこれって探していくの楽しい。あ、バットマンある、バットマン。何これ、バットマンの負傷してますけどね、これ多分左肩。こんなんもあったりとか。今日めちゃくちゃ面白いですね。え、何これ、これヤンキース？違うね、ヤンキース風だわ。 KY って書いてある。これもまた実業団系かな。あ、日本語が書いてある。このオマージュ系の実業団もおもろいな。チャラン、千葉ロッテマリーンズもありますね。うわ、こういうのもちょっといいじゃないですか。袖で切り返して、これなんだろう、サウスサイドストームって書いてありますけど、まあ、これも多分ローカルなやつでしょうね。背番号がもう剥ぎ取られたみたいになってる。こういう中にヤンキースのこのラッセルとか、ちょっとやばくない？これ。これ。これアーカイブとして持っとこう。いや、ちょっと今日ゲームシャツすごいな。ちょっと全部見切れないですけど、あるうちに皆さん行ってみてください。ゲームシャツ今日とんでもないことになってます。さあ、お次は T シャツゾーンって、もうね、 T シャツはね、ほんと果てしないんですよ、マジで。すげえいっぱいあんのよね。これちょっと車系のね、モチーフのグラフィックとか、それこそナイキとかね、こんな感じでいろんな T シャツありまして、もうこれね、ちょっと映像撮りながらだとなかなか難しいんですけど、結構こういう中にね、カレッジ系の掘り出し物とか、ナイキは分かりやすいですね、こうやって袖に数字がついてるんで。あららら、こういう車系のモーターモチーフかっこいいですね。で、やっぱ古着はこう当たりなグラフィックを引きたくなっちゃいますよね。何これみたいなね。なんかスターウォーズ系とかねえかな。ディズニーメリークリスマス2012年はこういうのもあるんだね。こういうシンプルなね、カーハートのポケティとかも中にはありますね。エアロビクスのグラフィック、すごい。これカリーの MVP の、これオフィシャルかな、ちょっとわかんないですけど、ウォリアーズの T もあります。こういうバンド T とかもね、結構眠ってるの。これで2200円だからね。これはハーレーダビッドさん、これはエンゼルスロゴかな、ナイキの T シャツ。これすごいわ。 LA って書いてあるんですけど、2019年のね、ミュージックフェスティバルの会場限定っていうかな、すごい、メアリージ・ブライジとかファレルとか、めちゃくちゃ有名なミュージシャンがフロントにいて、バックは白黒なんですけど、こういうのもいいよ。おお、めちゃめちゃ色褪せてるけど、フィリーズの T、 これ MLB 公式です。色褪せってか、これ色落ちしてんのかな、これタグが赤くなってます。洗濯見せたんかな。うわぁ、 USAT いいっすね、古いなぁ、すげえ。これバットマン、マーベルとか、でもスターウォーズ見つけたいな。うわぁ、これやばいね。これシカゴホワイトソックスのこのバッターマンロゴの T シャツ、これね、1300円、やしぇ、これいいじゃん。これは2016年のあれですね、トラック競技のチャンピオンシップかな、一瞬 MLB かなと思ったんですけど、ちょっとネタ的には面白いです。ミッキーマウス
ピカチュウ。うわー、これもちょっと昔のナイキティですね。 Just do it。 いい、すごい。ウータンロゴティ、まあペラペラですけどね。こういうシンプルな数種のティーとかもいいですよ。胸に数種あるだけなんですけど、カロライナカラー。うわ、しかもフルーツじゃん。きたー、ダースベイダー。オフィシャルなのかこれは。はい、後ろにうっすらデススターもありますけど、5300円。しかもね、これね、かすれてね、よーく見えないんだけど、フルーツボディなのよ。ちょっとちっちゃいな、でも俺には。うわー、サイズもう一個上だったらめっちゃ欲しい。これもやばいね。ハーデンの MVPT。 オフィシャルなのかこれ。ここら辺はもうあれだな、ヤモト。これもちょっと俺サイズちっちゃいからダメだけど、アリーアのラプティ。うわー、いいね。アイスキューブ。なんとボバフェットの、これチャンピオンですよ。はい、チャンピオンボディのボバフェットティー。ゴーフェットウィンって書いてあるんですけど、どういうこと。これもいいね。ハリウッド、これいいじゃん。鳥図鑑。すごい、ミシュランマンがタイヤ磨いてますよ。こちらパイレーツオブカリビアンのジャックスパローになれるティーですね。で、ここのね、スリーピースの上の方はね、ワークの、まあ前回の動画で見ました、カーハートとかディッキーズとかね、あとデニムとか結構あるんですけど、もう今の季節は完全 T シャツディグが楽しすぎるね。で、ここはクレイジーシャツって書いてありますけど、総柄系のシャツとかもめっちゃあるんですよね、こんな感じ。ちょっとざっとでごめんなさいね。ちょっとね、時間が限られてるんでね、ディグしてたらほんと、あっという間に時間なくなっちゃうんですけど、こういう鴨柄とかね、はい、ツリー柄とか、いろんな総柄のシャツがありましてですね。で、こっちはアロハですね。アロハが右、そしてこっちがワークシャツですね。左側。はい。それこそ、カハートとか、あと制服系がね、結構こんな感じで、パッチがついたシャツとか、いっぱいね、とにかく。で、夏は T シャツとか単価安いから、ここ来たら5000円で T シャツが下手したら5枚とか6枚買えちゃうような感じなので、ちょっと今日奥の方までずらりとは見えないですけど、いいよね。わあ、このシェアサッカーのラルフローレンのシャツとかいいね。ちょっとちっちゃいけど、もっとディグリテー、時間が足りねー。さあ、そしてフロントにはね、リーバイスのデニムもね、もうゴロッゴロあんのよ。505でしょ、550。すごいね。僕ちょっとデニム詳しくないですけど。いやー、都内で買うより圧倒的に安いね。で、一応遅ればせながらフロアマップこんな感じです。はい。手書きです。はい。で、結構レトロなね、ステッカーとかもあるんで、じゃあ今回ちょっとこれ視聴者プレゼントにしよっかな。ヴィンテージコカ・コーラステッカー。2名様に後ほど詳細、詳しくお伝えします。さあ、ということでお家に帰ってまいりましたけれども、スリーピースさん、相変わらずとんでもないお宝部屋という感じでございまして、スリーピースさんね、ほんと日によってすごいあったりだとか、まあ中にはね、こう、あ、今日あんまないなみたいな日もあるみたいなんですけれども、それ含めてね、今日はどんなかなみたいな形でですね、お楽しみいただけるような、もうほんとお宝大発掘倉庫でございますんで、土日はですね、一般開放しておりますので、まあ詳しくは概要欄に書いてありますけれども、もし気になる方はぜひ、ちょっとね、車ないと厳しいかなっていうような場所にありますので、ドライブがてら行ってみてください。で、今回手に入れたのが、じゃらーん、この2着なんですけど、こっちはさ、見てこれ、これラッセル時代のユニフォーム。これ結構貴重なんですよね、ボディによって。まあマジェスティックとかね、スターターとかはよく見ますけど、このラッセルボディのさ、
ベースボールシャツ袖にね R マーク入ってるし、これはかなり貴重だぜということで、まあ、ラッセルとね僕もコラボさせていただいておりますけれども、まあ、アーカイブとして絶対持っといた方がいいなということで、このラッセルボディのねこのタグもめっちゃかっこいいんですけど、ヤンキースシャツと、あとはこちらね、ジェレーン、ペプシベスト。これね、状態もめちゃくちゃいいし、色合いもめちゃくちゃいいし、軽いし、これからの季節バッチリでしょってことで、かなりちょっとね、ポップな感じであるんですけど、ベージュのペプシベスト。これだってさ、合わせて1100円と3300円でしょ？安いよね。都内で買ったら普通に1万超えちゃうような組み合わせでございますけれども、それに加えて今回は視聴者サービスということで、はい、こちらのコカ・コーラのね、ヴィンテージステッカーということで、2名様に、差し上げますんで、ぜひ、今回の、動画、コメントで欲しいですというふうに言っていただければ、僕がですね、選んで、一応応募期間は明日の夜8時ぐらいまでにしようかな。うん、1日設けますので、気になる方はぜひコメント欄で、プレゼント希望ということで、どっちになるかはですね、送ってみたという感じにしたいと思います。とにかくね、このステッカーが欲しいよという方はぜひ今日コメントいただければなというふうに思いますね。まあこういったね、プレゼント企画、今年はいろいろやっていこうかなというふうに思いますので、ぜひお見逃しなきをチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それでは、今回はですね、古着屋さんのスリーピースさんの倉庫に潜入ということで届けさせていただきましたけれども、またね、これ夏のシーズンでございますが、秋冬になるとね、それこそ2階の、カーハットとかディッキーズとかめちゃくちゃ暑いですし、まあ季節によってね、暑いアイテム変わっていきますんで、またね、タイミング見て潜入していこうかなというふうに思いますので、引き続きですねチェックしていきたいというふうに思います。それでは最後宣伝でございますけれども、私のブランドサンプルズのですねこちらサマーグラフィックティーパックがですね本日より受注が開始しております。今回受注生産ということでですね、数に限りはないんですけれども、受注の締め切りがですね来週の月曜日23時59分というですね期間になっておりますので、今回はですねキッズとベビーの展開もお揃いでございますので、でぜひ、期間中にですね、まあ、というかもうほんとね早めに、もうこれね忘れちゃうとですね期間後の再販ございませんので、ぜひお早めにですね、ご注文いただければなというふうに思いますので、まあ期間中ねライブ配信等もしますので、まあ、そこでチェックしていただきつつですね、今回かなり個性豊かに仕上がっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひこのグッドボタン、それぞれチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でマシマシでネクストムービー、じゃねー。